近藤正春は、日本の計算官僚、内閣法制局長官。通商産業省産業政策局、小政課商務室長、内閣法制局参事官、中小企業庁小規模企業部小規模企業、政策課長、中小企業庁経営支援部経営支援課長、特許庁総務部総務課長、日本貿易振興会デュッセルドルフセンター所長、内閣法制局総務主官。 内閣法制局第4部長、内閣法制局第2部部長、内閣法制局第1部部長、内閣法制次長などを歴任した、愛知県出身の通産官僚である、国家公務員採用上級講習試験に合格し、通商産業省に入省した。通商産業省では、内部部局だけでなく資源エネルギー庁、中小企業庁、特許庁など外局でも勤務し、 山形県庁や内閣法制局、特殊法人など多機関への出向も経験した。その後、内閣法制次長を経て、内閣法制局長官に就任した。1956年1月に生まれ、愛知県にて育つ。東京大学に進学し、法学部第二類にて学んだ。1978年3月、東京大学を卒業した。 国家公務員採用上級講習試験に合格していたことから、同年4月、通商産業省に事務官として入省した。通商産業省においては、外局である資源エネルギー庁の公益事業部にて、ガス事業家の課長補佐となったほか、内部部局である機械情報産業局の総務課や、宇宙産業課さらに貿易局の総務課にてそれぞれ課長補佐を務め、 大臣官房の総務課で企画室の企画主任となった。1991年4月、山形県庁に出向し、商工労働開発部の次長に就任した。通商産業省に戻り産業政策局の小政課にて、商務室の室長を務めた後、1995年6月より内閣法制局に出向し3時間となった。通商産業省に戻ると、外局である、 中小企業庁の小規模企業部にて小規模企業政策課の課長に就任した。2001年、中央省庁再編に伴い、通商産業省が廃止され、経済産業省が新設されたが、引き続き経済産業事務官を務め、中小企業庁の経営支援部にて経営支援課の課長となったほか、特許庁の総務部にて総務課の課長を務めた。2003年、 経済産業省が所管する特殊法人である日本貿易振興会に出向し、デュッセルドルフセンターの所長に就任した。その後、内閣法制局の総務主官となり、以降、第4部、第2部、第1部にてそれぞれ部長を務めた。2014年5月、内閣法制次長の横畑祐介が内閣法制局長官に就任することになったため、 公認の内閣法制次長に就任した。2019年9月、横畑の長官退任に伴い、公認の内閣法制局長官に就任した。ありがとうございます。